本の言霊。か、かは、人にお役を与え、お役を果たせるように祈り、見守る存在の神を意味します。かを表す代表的な漢字は、神。神とは神様のことですが、西洋でいう神ではなく、子供の幸せを祈り守る母親のような存在のことです。かの言霊の意味を紐解くキーワードは、1、祈る、相手がお役を全うできるように、直接手助けするのではなく、陰ながら祈ります。相手の成長のためにあえて手を貸さないことが、神のお役を与え、祈る本来の働きです。2、守る、大事にするあまり囲い込んだり、干渉しすぎたりしないように気をつけましょう。3、隠れる、隠れて見えないけれど、母親のような大切な守りの存在です。奥さんのことを神さんと言いますが、かかの働きこそ、かの象徴です。かのつく名前の人がやるべき使命は、お役を与える人、かの人は、人にお役を与え、祈り、守るのが使命です。自分がお役を全うし、自分もまた祈られ、大切にされていると実感できます。火、火は、火、火は木陰を作り、憩いの場を生み出す、みんなの見本となる働きです。火を表す代表的な漢字は、火。森林に恵まれた日本の文化は、木が育んできました。日本の木といえば、ヒノキ、家具や家、神社などの、神聖な建造物にも使われてきました。木は日本の豊かな文化の礎なのです。木の言霊の意味を紐解くキーワードは、1、基本、木から作られるものの一つが、完成品を作る時の原型、木型。これがあれば誰でも高品質なものを作れ、工夫して新しいものも生み出せます。力があります。3、癒し。木は木陰を作り、憩いの場を生み出す。みんなの見本となる働きです。さらに木は古来から、神様が人間界に降臨するときに、より白になることから御神器と言ったわけです。お気に入りの木を見つけ、ゆっくり時間を過ごすと、その木から元気をもらい、そのエネルギーが今度は家族、職場へ伝わっていく。木は気の意味も持ち、癒しの働きもあります。木の名前がつく人のやるべき使命は、お手本の人、木の人の生き方や考え方は、多くの人のお手本になります。こうするといいよと伝え、人の暮らしを豊かにする役割があります。火の名前は、見本になって人を導く役割があります。代表的な漢字は、蔵。蔵は宝物を収めて保管する場所。先祖から引き継いだ宝物があっても、子孫にはその価値が分からず、宝の持ち腐れになっている
ります。麓棚は先祖から受け継いだ隠された宝物にスポットライトを当て、その価値を活性化します。句の言霊の意味を紐解くキーワードは、1、組む、価値の再発見をする力があります。価値がないと思っていたものが素晴らしい価値を秘めていると気づいた瞬間、大きな変化が訪れます。その発見力こそ素晴らしい価値です。昔に帰る価値もあります。未来は過去にもあるのです。句は過去に光を当てて新しい宝物を見出す価値の再発見力。3、宝物。誰でも自分の中に過去からの宝物を収めた蔵があります。景色の中に美しいものを探すように、先祖が残してくれた宝を自分の中に探してみましょう。つく名前の人がやるべき使命は、蔵出しの人。単色眼のある区の人は、自分の中の宝物を見つける力に加え、相手の中の蔵から宝物を出してあげられる人。その人の隠された才能を見出し、人生を豊かにする手助けをする役割があります。先祖から受け継いだ才能を意識しアレンジすれば、未来へのヒントになります。へ、手を表す代表的な漢字は、へ。へとは、神様に供える食事のこと。私たちはお供え物をいただくことで、神様の力を引き継いでいます。けは食べ物のこと、そして、言葉のことです。紐解くキーワードは、1、神様へのお供え物。毛は人と人をつなぐこと。日常の大切さを表しています。私たちはお供え物をいただくことで神様の力を引き継いでいますが、食事の場では食べ物からは体の栄養を、会話からは心の栄養をいただいています。食は人に力を与えます。
曲、家には食事を共にする場を作り、人と人とをつなげる働きがあります。また食で生命力を与えるのに加え、人の心の成長に欠かせない言葉を届ける力もあります。使命は、食と言葉で成長させる人、仲間をもてなし、人の孤独を癒し、人を成長させることが使命です。余裕がなくなると感情的になり、人をけなしたり、傷つけたりすることもあります。相手に否定的になったりしたときは、言霊が裏に働いているので要注意です。漢字は、こ。こには、目に見えないものを形にする、現実化するという意味があります。この言霊の意味を紐解くキーワードは、1、現実化。子は現実化の言霊です。形になかったものが物質化することや、物の豊かさを表しています。
だ実体がないひらめきに集中力を持って凝ることで、形にするためのきっかけを作ることができます。しかし、形だけにこだわり、物欲が強くなるのが裏の働きです。心を込めないので、中身がなく、形だけになってしまいます。人がやるべき使命は、心を込めて形にする人、この人が所属する組織は計画が実現化しやすくなります。夢を実現させたい人には救世主のような存在です。日本人は心を込めることが大好きです。大事なのは心を込めて形にすること。私たちは父母の愛が込められて生まれてきました。だから子供なのです。